青山さん、今アメリカにいらっしゃるそうで。アメリカの首都のワシントン DC におります。あ、そうですか。ではお願いします。はい、ワシントンと日本、アメリカの東海岸と日本はちょうど昼夜がほぼ逆ですから、はい、今ワシントン DC は夜の7時20分ぐらいなんですね、うん、で、なぜ今ワシントンに来てるかと言いますと、まもなく敗戦の日が近づいてきます。はい、一般的には終戦記念日と言ってきましたけれども、まあ、不詳私は問題提起も込めて敗戦の日というふうにはっきり言った方がいいんじゃないかと思って、まあ、この言葉を使ってます。で、今年は69回目の敗戦の日で、来年は70周年になりますから、その70周年に日本がどういうメッセージを世界に向けて出すのかというのも、まあ、非常に注目されています。で、敗戦の日は日本にいて、祈りを捧げることもとても大事ですけれども、実はこの頃この敗戦の日のあたりは、この戦争に勝った側、日本にいるとよく見えなくもなるこういう勝った側に来て、改めて日本を含めた世界を客観的に見るようにしています。で、具体的にはここに来ますと、やはり外交や防衛安全保障に関するアメリカの軍や政府の人たちは当たり前ですがたくさん、偉い人がいて、それだけなくて中国韓国をはじめ世界の国々は影響力を持とうとしてここにたくさん人を出してきます。で、そういう人たちとできる限り会っていくのが今の私のやっていることでして、日曜日にこのワシントン DC に来て、今日がだから人と会い出して、まあ、実質2日目半ぐらいなんですね。で、まず今回ちょっとワシントン DC は久しぶりだったんですけれども、空港に着いてすぐに会った人にいきなり言われたのが、青山さん、最近、どれぐらいの数の日本人がここにいて、そして中国韓国の人はどれぐらいこの政治首都、アメリカの経済首都はニューヨークですが、政治の首都はこのワシントン DC です。中間はどれぐらいいますか、いるかご存知ですかと聞かれまして、日本人がとても少なくて中間が大変増えていることはよくわかってるんですが、つまりこの人の言ってるのは統計で現れてる数字だけではなくて、ずっといわば日々カウントしてる具体的なたった今の数字だとどうなるかって話なんですが、はい、ざっと言うとこれが韓国の人が10万人、で中国の人が7万人、ほう、日本人は、リアルタイムで何人ぐらいだと思いますか。10万と7万と、そして日本が、いや同じぐらいいるんじゃないかというイメージあるんですが、 そんなにいないんですかね。これが6000人なんです。そんなに少ないんですか。はい、だから10:7:0.6なわけです。びっくりしますね。で、しかもこれ人口で考えますと、もちろん中国は本来の人口は圧倒的に多くて、その次が日本で、韓国はずっと日本よりも少ないわけですね。その韓国が一番多くて10万人送り込んでるって言い方がいいかどうか分かりませんが、実は僕にこれを示した人は送り込んできたと、つまりアメリカの側から見ると韓国から10万人が送り込まれているっていう感触なんですね。で、そうするとずっとこのアメリカ国内でいわゆる慰安婦の像なるもの、少女の像を韓国あちこちに立っていることはリスナー国民の方々もみんなご存知だと思いますけれども、どうやってこういう実在しなかった少女の像を建ててるかがお分かりいただけると思いますね。で、韓国の、ロビースト、韓国が雇ったりあるいは韓国人自身が務めるロビーストっていうのが最終的にこの首都ワシントンに、その慰安婦像のあるものを建ててしまおうということが、狙いになってるわけです。で、一方この人間の数の話だけではなくて、かつてこのワシントン DC には例えば日本の経団連が大きな連絡事務所を置いてて、経済のためにも発信機能を持たせようとしたんですけれども、そういうのは全部撤退しててですね、韓国の側は政府系の大きなシンクタンクをここに作って、つまり研究所の名目で
発信できるところを作って、しかもそのトップには先ほど言いましたアメリカの軍や政府当局者でリタイアした人などをトップに迎え入れて、はい、そしてお金をどんどん使って、運動を展開しているわけです、うん、でしたがって、まあ、日本の存在感はこのワシントン DC で、非常に薄れていて、僕は一番、僕自身も一番、頻繁にこのワシントンに来ていた数年前に比べるとですね、アメリカの例えば国務省で日本語の分かる当局者、つまり日本担当の人でも日本語の分かる人は、まあ、ほとんどいないんですね。ああ、そういう状況なんですね。かつては何人かいらっしゃって、まあ、ただしワシントンに来るとやっぱりお互いに英語で話しますけれども、日本語を理解しながら英語で議論するのと、日本の担当なのに日本語は全く分からないで英語だけで議論するっていうのは全く話が違うんですね。で、例えばどういう話になったかと言いますと、やっぱりその中国をどうするか、でここは一つリスナーに聞いていただきたいのは、韓国をどうするかって話、久しぶりにワシントンに来て、先ほど言いましたいろんな人に、特にアメリカの人を中心に会ってるわけですけれども、韓国をどうするかって話意外にもほとんど出ないんですね。つまりアメリカはどうも韓国をいわば中国の一部、はい、ちょうど歴史的に朝鮮半島は中国の一部のように見なされた時期もかなりあったわけですけれども、いわば一番後ろに中国がいて、その韓国の例えば慰安婦問題をめぐる激しい動きっていうのも、結局その中国が日本の頭を抑え込むためにいわゆる歴史問題になるものを作り上げて、その戦略の中に韓国が組み込まれているって発想なんですね。ですから先ほどは韓国の人が一番多くて10万人いてって話しましたけれども、韓国の実益に結びついてる点は実はそんなには大きくないんですね、うんうん、で問題はそのアメリカが背景にいると見なしている中国に対する見方なんですが、この一番驚いたのは非常に重要な人物の言葉として、習近平国家主席が極めて、軍をよく把握してて、そして理想主義者で、素晴らしい指導者だと手放しで褒めるので、はい、僕なりに反論しまして、要はあなたにとって習近平国家主席、中国のトップは共産主義者なのか、それともアメリカに利益をもたらす人なのか、どっちなんですかと、つまりアメリカは民主主義を掲げるアメリカが、その日本の民主主義じゃなくて中国の独裁主義共産主義に近づく、そのいわば役割をあなたは担ってるんじゃないかということを言ったわけですけれども、はい、目が泳ぎまして、それに対して、答えなくて、逆に日本がどんなアメリカの役に立つというのですかという反論があったわけです、でもう時間がなくなりましたけれども、その時に私が答えたのは、この、8月15日が近づいてくる、アメリカはそこで戦争に勝ったために、逆にずっとアメリカは戦争を続けてこなきゃいけなくて、イラクで4500人の若者を殺されておきながら、今イラクが実は解体しようとしているときに、ごく限られた空爆をよくわからないままやって、余計に悲劇を大きくしていると。そうするとアメリカのために日本が何をしてくれるかって発想じゃなくて、日本とアメリカの連携というのが本当はアジアの民主主義を前に進めるためには、あるいは世界に新しい平和を作るためにはどうするかって発想でなきゃいけなくて、アメリカのために何をしてくれるかって発想でいると、中国の独裁主義をまるで良いもののように認めてしまうことになると。だから本当は日本の役割は大きいってことを申しまして、もう また来週続きお話しようと思いますけれども、意外に安倍さんに対する期待というよりは、安倍総理という決められる総理大臣を送り出した日本国民に対する期待というのをまたアメリカで今感じてます。そうですか、はい、じゃあぜひこの続きは来週よろしくお願いします。はい、水曜日独立総合